んにちは、もんぺです。で、今日はこの動画を作っているのは5月8日で、この動画の日にちは1月の7日ですね。はい。まあ函館の風景ですね。函館山が見えている写真になります。まあ、この日は1日函館の観光ですね。もう函館、まあ、中心的には、函館の路面電車の旅になりますね。まあ旅って言っても、まあ、そんな距離はあるわけじゃないんですけれども、この日は主に路面電車の旅です。はい、楽しかったですよね。また行きたいです。まあところで明日は競馬で言うとNHK マイルカップの日なんですよね。何が勝つかなと思いながら今動画を作ってます。はい、ではですね、まず朝起きて少し散歩しました。港ですね、港の方に行ってちょっとうろうろしてしまいましたね。この日はね、お天気でした。まあのんきに一日観光したわけなんですけれども、まあ翌日大変なことが起きますけれどもね、まあそれは明日の編で、8日編で語りたいと思います。まあ朝ですね、ちょっと散歩した後、朝食がですね素泊まりだったのでなかったので、やっぱりここですね、長谷川ストア、ハセストですね、ハセストにやってきました。まあここで食べたのはもうやっぱりですね、王道中の王道、こちらに挑戦しました。まあ焼いているものをですねいただくような形で、まあ注文して焼いていただいて作っていただくっていう形でですね、焼き鳥弁当を頼んで、まあ一旦ホテルにまた帰りましてですね、朝食の方を取りました。まあこれですね、函館に行ったらラキピカハセストかっていうようなイメージがありますよね。もうこちらを頼みました。そして食べました、食らいました。はい、焼き鳥弁当なのに中身は焼き豚です。焼き豚の串3本が入っている焼き鳥弁当、不思議ですよね。でもうまいからどうでもいいやってなっちゃいますよね。まあうまいです。もうね、これを食べるために函館に来たと言っても過言ではないと言えるものでございます。職人さんが焼いてるのをですね眺めながらお弁当を待って美味しくいただく、あのワインをね霧吹きみたいなので振りかけるシーンなんかがですね、ちょっと心を躍るわけですよ。はい、まあ朝からですね焼き鳥弁当本当に美味しくいただきました。はい、函館競馬がですね、もしまあ開催して入れれば、まあ毎年ですねハセストさんとラキピさんですね、出店があるんですよね。まあ本当はねそこで食べるのが一番なんですが、まあそもそも冬なので1月7日は函館開催は全くしてないので、まあ望むべきものではないんですけれども、今年の夏なんとかなりませんかね。函館競馬場で食べたいなと思います。この焼き鳥弁当とラッキーピエロのチャイニーズバーガーですね、チャイニーズチキンバーガー食べたいなと思います。よろしくお願いしたい。では次行きます。はい、で焼き鳥弁当を食べた後、まあ少し時間を置いてですね、ようやく函館観光に出かけるわけです。まあホテルの前のですね、あの路面バスの、駅からですね出発をいたします。電車に乗り込んだら1日乗車券ですね、1日フリーパスの乗車券買いました。なんかあの銀紙でですね、あのコインでこすって、年とですね月と日、まあこの日は2021年の1月の7日だから2021年と1月と7日の日を削ってですね黄色にして、まあこれで1日この日使いますよっていうことを、運転手さんに見せて、車掌さんに見せてですね乗り降りしていくっていうことになります。はい、もうこれですね、乗り降り自由です。で最初に降りたのは五稜郭ですね、駅ということになります。ちょっと五稜郭の方に電車降りてですね歩いていきました。でまあ間もなくですね、歩いていくと五稜郭タワーが見えてきました。これね、この後すぐですね、あの五稜郭タワー、コロナの影響で登れなくなったので非常にラッキーでした。この日は登れました。函館に何度か、まあ何度かって言っても2回しか来たことなかったんですけれども、五稜郭まで来たのは今回が初めてでした。で、冬の五稜郭っていうのでですね、登ってみて街並み、函館の街並みと五稜郭を見てみると本当に綺麗でしたね。もう雪化粧と、まあ雲と海と函館、五稜郭のですね、コントラスト。この城と建物のコントラストですね、もう最高でした。ずっとですね、見てられましたね。うん、函館山の方もですね、もう360度ですね、ぐるーっと見渡せるわけですね。いやー、
いい眺めですね。ちょっとそんなに安くない料金で登るんですけれども、後悔はしませんでしたね。はい、函館五稜郭といえばですね、まあ、榎本武明とかね、大鳥圭介が中心となった集団ですよ。ただまあ、一番輝いていたのは、元新選組副局長の土方歳三さんかな、だったとは思います。まあ、新政府軍ですね、明治政府軍とですね、戦った旧幕府軍。まあ、ここでですね、新しい共和国を建てて、まあ、自分たちの理想の国というのを作ろうとしたんですかね。まあ、とは言ってもですよ、戦争を函館のですね、この戦争には負けて、意外とね、明治政府って、ここで戦死した敵軍ですね、旧幕府軍の、人は弔っちゃダメだとか、ちょっと結構ひどいことしたんですよね。そのくせにですね、生き残った人は、まあ、結構な地位につけて使い倒すわけですよ。まあなんかね、うんっていう戦争なんですけれどもね。まあそんな中ですね、武州浜地区のですね、英雄土方歳三さんはですね、まあここで戦死するわけですね。まあこの銅像を見てですね、なんかあれ内田博之っていうですね、まあ、紀州に似てるななんてね、いう声もあったりなんかしましたけれども、まあ、土方歳三がやっぱり、メインになってましたね。銅像にしても、パンフレットにしても。うん。大砲とかもね、展示されてました。戊辰戦争で実際に使われた大砲のレプリカなんですかね。まあ、あとね、銅像が、もう土方歳三の銅像が至るところにあるんですよね。まあ、こっちは決めポーズですね。さっきは椅子に座ってましたけれども、もう決めポーズです、うん。まあ、残ってた写真も含めてですね、男前ですからね、ちょっとフィーチャーされてますね。まあ、新選組時代はね、わい、こんだけモテたんやで、みたいなですね、手紙を、自慢の手紙を送ったりするぐらい、モテてたみたいですね。羨ましい限りです。まあ、1階ではですね、新選組ソフトクリームなるものを売ってましたので、まあ、買いましたね。なんか、テイクアウトすると、消費税 8%。 この場の椅子で食べると消費税 10% というですね、例の消費税のかけ方が違うというですね、洗礼を受けました。まあ味はラムネ味なんですかね、ちょっと爽やかな甘いソフトクリームでした。まあもちろんね、上からの眺めだけじゃなくて五稜郭の中も入っていきました。ちょっとね、下がアイスバーン状になっていて、ちょっと滑りやすい状況でしたね。でもちょっともう函館奉行所っていう看板で上がりましたね。で、僕初めて見ました。この五稜郭の、まあ、本丸天守閣っていうような、まあ、真ん中にある建物。まあ、今は神社になってるんですかね。まあ、多くのお城が、神社になってるように、なんか祀られてるような感じでしたかね。まあ、初めて見て、ちょっと上がりましたね。ドキドキしました。しばらく、この五稜郭の中を散策してですね。まあ、一日は限りがあるので、早速また移動することにしました。で、次に移動したのはですね、また、ちょっと、電車でですね、終点の湯の川まで一回行って、そこから折り返す形でですね、こちらの施設にやってきました。うすうす分かってると思いますが、もんぺは競馬が大好きです。本当に好きです。声に出して言いたいですね。キモいです。本当に冷静に考えて、キモいです。でも、大好きです。なので、ちょっと函館競馬場にやってきました。で、函館競馬場って、僕、何回か行ったことあるんですが、あんまり気づかなかったんですが、建物の外からパドックが見れるんですね。これいいですね。なんか無観客でもここにいそう、俺、みたいな感じでしたね。無観客で開催してても、ここまで入れれば、パドック見れちゃうの?とかって思いながらですね、ドキドキしながら、このちょっと雪化粧のですね、パドック、函館競馬場のパドックを、結構じーっと見てしまいましたね。いいもんです。2年前は夏函館競馬場に来れましたけどね、楽しかったな。もうそれこそ今大活躍のですね、横山武史くんがここでバンバン穴開けた日でしたね。いやー、今年見に行きたいな。いや、無観客かな。まあ、ちょっと今年はですね、まあオリンピックの関係で変則開催の予定です。オリンピックがなくなったらまたいつ例年通りになるのかもしれませんが、去年はオリンピックがなくなったら例年通りになりました。変則開催になるのか、札幌とですね、函館、変則でですね、開催される予定ではあります。まあ、どうなるんでしょうかね。まあ、それではですね、まあ、ここにずっといてもなんなんで、また移動をします。はい。まあ、函館競馬場をですね、後ろ髪引かれながら、
移動してですね、次は市場の方にやってきました。自由市場の方ですね。これは函館の駅から一番近いところではなくて、ちょっと離れたところですね、ある市場の方です。いつもねここに来たかったんですが、来るタイミングがなくて今回初めて来ました。でやっぱりですね、イカ食いましょうねっていうことになりました。ちょうど入ったら生きイカですね、生きてるイカを締めたものが入るよっていうことだったので、こちらで頼みました。結構ですね安かった記憶があります。これでも1200円ぐらいだったかな。いやもうすごいですよね、すごいです。なんだこの黄金のやつは。なんかですね、プリン体がひどく乗ってそうですよね。やべえ食べ物です。まあなんていうか、この光沢コリコリ感と、もう一貫の旨味、生姜醤油最高ですよね。ただ言えばわさび醤油も出してくれます。わさびの方も用意してくれますけれども、まあ、今回はわさびじゃなくて生姜醤油で食べましたね。ゲソもうまいです。まあね、ただね、自分この黄金色に輝くプリン体の塊、これ食べるの勇気いりましたね。もうおじさんなんでね、ちょっと足の指痛くならないかななんて思っちゃいました。ただね、食べてて思ったんです。これ生姜醤油もうまいし、わさび醤油もうまいんですけれども、九州の甘口の醤油めっちゃ合うんじゃね？なんて思いながらちょっと食べちゃいましたね。今回持ってくる計画あったんですけど忘れちゃいましたちょっとね、自分なりにはもう最大のミスでしたね。まあちょっとここはお店の人にオープンすぎるので、持参の醤油なんて出せないですけどね。まあ本当にうまかったです。あとね、ここで1000円以上の食事をしたので、朝1日乗車券って買ったじゃないですか、路面電車の。あれを持ってると100円キャッシュバックしてくれるんですよね。いやー素晴らしいですよね。だから実質1日乗車券600円なんですけど、500円になるっていうことなんですよね。本当に素晴らしい制度がありました。はい、イカのですね定食を堪能した後、はい、目の前にあったお寿司屋さんのカウンターになぜかもんぺは座ってました。でとりあえず1人前を握ってもらいましたね。いやーうまいですね。ちょっと一貫一貫ですね、丁寧に握って出してくれます。で気さくな大将でいろいろお話をしてくれました。うん、まあしかしうまかったですね。で僕の大好物なシャコエビもありましてですね、ちょっと最近高いんですよねとかって言いながら、ちょっと1人前プラス、まあ、500円出してですね、シャコエビを1貫追加して食べました。で僕は爪をつける派なので、甘いタレの方ですね。ちょっと一部の人には爪なんてみたいな感じ言われちゃうんですけど、僕はもうシャコエビには爪です。シャコエビとアナゴには爪です。申し訳ないけど、もうこれはお子ちゃまの舌なのか分かんないけど、本当はねこの爪にプラスわさびがちゃんと効いてたらもう最高ですっていうような歯のものです。ちょっと邪道ですかね。いやもううまかったです。函館のお寿司最高でした。まあもう僕の胃袋はこの時点では宇宙状態でしたね。いやまあお寿司もですね堪能したら、また路面電車の旅でですね、今度は坂本龍馬の銅像の下まで行きました。ちょっと函館山はですねこの日登れない日でした。登ったとしてももうちょっとダメなんでしょうね、歩いて登らないといけないっていうことで登れなかったので、そのまままた路面電車でですねガタゴト揺られていると金色の館があったので、そちらの方を覗きに行ってきました。まあ旧函館の、公会堂らしいんですよね。なんか工事中でしたね。うん、なんかね北島三郎記念館に行きたかったんですが、どこにあるのか分かりませんでした。まあ函館は分かりませんね、本当に。うん、函館してんのなんてね、いう方もいらっしゃったようです。まあ、あとは、新選組最後の地って言われているですね、魚見坂の方まで行きましたですね。こちらが路面電車のもう一つのですね、終点の方でしたね。うん。で、まあ、ちょっと散歩なんぞしましてですね、あとはまたちょっとホテルに戻って、夜のですね、晩餐まで待機をしました。夜の晩餐は、箱民食堂さんにやってきました。もうねここは函館に来たら自分はまあ行っちゃいますね。で目当てはお刺身10種類ですね。ちょっとさっき噛んじゃいましたけど、ただねよく数えてみてください。10種類ではないんですよね。なんかおかしいんですよね。ちょっとおにぎり2つついてるのもおかしいですし、どう考えても10種類以上入ってるんですよね。でこれ毎回、出てくるものは違ったりします。でこれで2000円ちょっとなんですよね。で
この時ですね、ホテルに泊まれば2000円分のお食事券くれてたんですよね。おかしなことになっちゃいましたね、本当に。ちょっと函館市限定のなんかGoTo Eat じゃないですけど、そういった補助の券がですね配られてまして、この日1月7日は配ってくれてたんですよね。 GoTo トラベルはダメだったんですが、函館市独自でやっているサービスはそのままだったので、その券を使うともう1000円弱ですね、飲み物をつけても1000円弱で飲み食いができたということになりますね。もちろんこれだけ食べればですね、もう大満足、お腹いっぱいなわけですよ。でね、本当はこれに九州のお醤油が欲しかったなんて思いました。ちょっとね、辛めのきつめの醤油なんですよね、函館って。ちょっと甘めの醤油が欲しいなって思いましたね。ちょっと生姜にしてもわさびにしてもちょっと辛く感じるんですよね。ちょっと寒いからですかね。九州の甘い醤油がちょっと恋しくなりましたね。まあ別に九州出身でも何でもないんですけどね。ただ素材はうまいです。もう文句のつけようがありませんし、でね、この2つの大きいおにぎりがもう最高のオアシスなんですよね。やっぱ日本人は米ですなって思うんですよね。ちょっとね、やっぱり醤油つけてって10種類3切れ1人で食べるっていうのはちょっとね、頭がおかしいと思いますよね。こんな人いるんですかね。ただ毎回これ頼んじゃうんですよね、一人旅なので。そうなんです、一人旅なんですよ。お一人様北海道旅行なんですよ。ブスンで、まあね、こういう贅沢をしていると天罰が下るんですよ。食べ終わったらちょっと吹雪いてたんですよね。終わったらで、明日の天気予報を見るとやばい感じなんですよね。でこの時も調べたんですけど、もう JR 明日動きません、もう夕方までは少なくとも動きませんと言われちゃいました。ここで取れる選択肢が2つあって、もう1泊するとバスで帰る。まあ次のねホテルが札幌のホテルなんですよ。でちょっとね迷いましたね。ちょっと次の朝決断するんですけれども、ちょっとまあ北国の雪舐めてましたかね。はい、まあ8日はもう電車っていう選択肢はなくなっちゃったので、バスか延泊かという選択肢を迫られて、7日目が終わるということになります。はい、じゃあもし本当によろしければまたよろしくお願いします。またもし可能であればチャンネル登録等々していただければ助かります。嬉しいですっていう形ですね。ではまたよろしくお願いします。またね。